ゲラルト様、塔の守衛があなたを見つけたので門を開きに来ました。これがかの有名なスケリッジのおもてなしか。いいえ、伝統ですよ。宴会の後で族長たちが王を選ぶのです。だから扉はずっと閉じておきます。城の中にいられるのはスケリッジ人だけなのです。俺はその伝統の例外ということか。スリス様とヤルマール様を助けていただきました。あなたは仲間です。さあ、クラフ様がお待ちです。中はどんな雰囲気だ。静かすぎますよ。というと、ここスケリッジではこう言います。良き祝宴では蜂蜜酒と同僚の血が流れる。大陸ではこれを野蛮とみなすのでしょう、ね、さあな、宮廷の陰謀で飾られた退屈な晩餐会よりは良さそうだ。気をつけてよね。私にも同じ権利があるわ。だから支持者を横取りしないで俺を応援してくれ。アンクライトの者が王になるならそれは兄さんであるべき。顎にヒゲを生やしてるからって言いたいの。お前のヒゲも見せてみろ。族長たちも従ってくれるぞ。殴るわよ。忘れた。前にやり合った時最後に立っていたのは私よ。それで、じゃあ一緒にビルドカールと戦うか。どっちが上かな、お前か巨人殺しのヤルマールか。自慢話はもうたくさん。サリサリ、おい、あ、くそ。やり方がまずかったな。分かってる。だが見ただろ、妹はなんというか頑固、強情、意固地、そんなところでしょうか。その通り。確かにその点では俺とセリスは双子みたいなもんだな。クラフがいないな。族長たちと話しちゅうか。自室に戻られました。約束の報酬を用意するためでしょう。ウィッチャーよ、ビルドカールと一勝負してみないか。長旅で硬くなった関節がほぐれるぞ。そのうちな。我々の足は壊れませんよ。冷戦とか巨人なんかがいなくなったら。その件は確かにすごいや。斧の方が信頼できる。素手で首をねじ切ってやるよ。気が向いたらな。おい、ヤルマール。アシカのクソめ。ちょっと見てくれ、歯はまだ全部あるか。ほとんど残ってる。ひどくやられたな。何笑ってる。お前でもやられたはずだぞ。どうだろうな。ならかけるか。ビルドカールの一人でも倒したら剣をやる。俺みたいなことになったらお前の剣をもらう。ビルドカール、何者だ。ああ、丘に住んでる野蛮な奴らだ。羊飼いか。羊はいない。殺した獲物だけを食べる。そして人並み外れた戦い方をするのさ。乗った。今のうちにその剣を包んでおけ。魚ってのは釣ってから売るもんだ。剣闘試合の挑戦者を募集してるそうだな。挑戦者？いや、挑戦にすらならん。俺が殴るだけだ。拳が血で赤く染まるまでな。始めよう。いいぜ。思い知るがいい。
いい拳じゃねえか。いい試合だったな。あんなに強く殴っちゃ脳みそが耳から飛び出すぞ。なあ、賭けには負けた。だがあれほどの勝負を見れば気にもならん。ほら、使ってくれ。弱い奴が使うんじゃ価値がないだろ。ウィッチャーに敬意。新サイブだ。誰さだすきはどこだ。永遠の炎の聖堂だ。ドラゴンズ。いや、ビルナ、宴会はお気に召さないか。これは宴会などではありません。羊の皮のように票を売り買いする下賤な市場です。スバンリッジは支持を求めないのか。ブランの子は正当な後継者、争いには参加しません。王位につくのは最も多く票を得た候補者だろう。それは悪しき伝統です。スケリッジは一つの一族に委ねられるべきです。特定の一族のことを言っているようだな。当然です。ブランはここ数世紀のスケリッジで最高の王でした。王座はスバンリッジが継承するべき。実の息子が、そしてその子孫が。王を投票で決めたくないのか。周りを見れば分かります。候補者は王座に就く前から土地を分配し、特権や地位や優遇を約束している。通りかかる者にスカートを上げてみせる商売女のように。これでは王は統治者ではなく債務者同然。負の連鎖を終わらせなくては。ブランの上司を王座につかせることが第一歩。族長が賢明であることを願います。ケイアトロールドを去るのか。明日の夜明けには。楽しんでね、ゲラルドさん。いいか。当然だろう。来い。お前を待ってたんだ。それで宴会はお気に召したか。大陸の舞踏会より少しはマシか。飲み物は確かに多い。ああ、そうだとも。貯蔵室から全部出してきたんだ。ダブルの蜂蜜酒、トリプルもだ。シントラの梅酒、熱湯のように口を燃やすマハカムの蒸留酒。アンクライト一族はおもてなしの意味を知っている。このおもてなしには裏があるように思えるがね。ああ、あるとも。スケリッチでは剣で成し遂げた功績と同じくらいの支持を蜂蜜酒と肉で得ることができる。それが真実なら結果については心配あるまい。安心するのは明日、我が子のうち一人の頭に王冠が乗せられた時だ。ヤルマールとセリスの間で板挟みか。ひいきしているかという意味か。まさか。あの子らは火と水くらい違う。だがアンクライトの血は両方に流れている。大きな声では言えんが、ヤルマールは王になるには短気すぎないか。お前がどんな王を考えているかにもよる。密使を送ったり、地図の上で小さな駒を動かしたり、最も利益になる手段を計算したりするものを望むなら、それなら確かに短気すぎる。だがスケリッチの皆が求めているのは、ニルフガードの奴らを血の海に沈め、幸福よりも死を選ぶような王だ。ヤルマールならふさわしい。帝国への攻撃を強めればエムヒルを怒らせる。後悔することになるぞ。スケリッチの民は平和などクソくらいだと考えている。族長たちが女性を王座につかせると思うか。数ヶ月前だったら笑い飛ばしていただろうな。だが今なら違う。セリスはスケリッチでの暑い夏と同じくらい希少な特質を備えている。忍耐だ。他の者たちは行動してから考える。だがあの子は違う。熟考する。是と非を。そして一旦行動に出れば世界のどんな勢力でも阻止できない。子供たちを助けた報酬をもらう約束だ。約束は守るさ。これを代々アンクライト家に伝えられてきた剣、イエス字を存続させてくれたお礼にこれを譲ろう。見事な細工だな。
ありがとう。なーに、当然の。聞いたか。クソ、ヤルマールがまた騒ぎ始めたようだな。ヤルマールじゃない、行こう。布を、布をくれ。出血を止めないと。早く。父さん、父さん、俺のお使い。しっかりしろ息子よ。大丈夫だ。昔サメに足を噛まれた時も。ハルビョルン、彼はもう。クラフ、あのクマはどこから来た。答えろ。おい、我が父に対し失敬であろう。剣をしまえ。クラフも息子を亡くすことになるぞ。ルンゴス、侮辱した挙句に息子を脅すのか。これは容認できんぞ。来いよ。ほら、狂犬みたいに死なせてやる。落ち着け、落ち着け。血は十分に流された。我らが同胞を殺すために誰かがこの獣を送り込んだのだ。死者は生き返らない。だが報復はできる。この責任は主催者とその子らの肩にかかることになる。アンクライト、犯人を見つけろ。さもなくば一族は百世代にわたり呪われるであろう。クマがどうやって侵入したかわかるか。関係ない。犯人がどこにいるかは分かっている。待って、正気なの？事の真相を調べる前に人を殺すつもり？好きなだけ調べろ。その間に一族の恥をすすいでくる。ちょっと、族長たちは聞く耳を持たない。英雄ぶるのはやめて少しは考えて。名誉がかかってる。猶予はない。聞いてるの？誰かがクマを中に入れた。それが誰かを知る必要がある。そして答えはこの部屋のどこかにあるの。その通りだ、セリス。手を貸そう。ありがとう。そうか、なら俺は裏切り者の首を持ってくる。俺は残り、この場を収めよう。癒して及び個人を遺族へ引き渡す。白狼よ、感謝する。あんなもの見たことある？いや、二度と目にしたくないな。一体クマはどこから来たの？みんなで楽しんでただけなのに、突然の殺戮だなんて。壁中が血だらけよ。殺戮の前に何があった？正確にな。ブルーボーイルゴスが樽いっぱいのビールを一気飲みすると言ってテーブルに登ったの。シンドラのビールをつかむと一気に飲み始めて、喉はフグみたいに膨れて顔は赤くなった。でも飲み続けたの。みんな自分のジョッキを机に叩きつけ、ルゴスルゴスと叫び出した。
その時部屋の向こう側からあのうなり声が聞こえて、海で船長に号令をかけられたみたいに一斉に振り返ると、奴らはもうそこにいた。熊に一番近かった人たちは戦う素振りを見せる間もなくズタズタに引き裂かれた。仇は討つ、約束する。誰が死んだ？ドロゴダル、ドレイグボンド、ブルーボーイルゴス、ハルビョルン、オトリグ。もっとよ、私を助けてくれたようにルゴスにも力を貸したと聞いた。生き残った候補者の名を挙げるのは簡単だ。君、ヤルマール、スバンリッジだ。何が言いたいの？何も、今はな。話は十分だ、辺りを調べよう。分かったことを教えて、他の人たちと話してみる。何か見た人がいるかもしれない。牙の跡、爪の跡、それに骨折。死因を特定するのは難しいな。さて、何か手がかりになりそうなものは。熊の頭だが舌は短い、人間みたいだ。口からは蜂蜜、蜂蜜種の匂いか、それと他の土のような匂いだ。熊は蜂蜜を好むが、発酵したものは好まない。妙だな。毛の下に何か入れ墨？熊の手の形だ。古い傷跡、縫合されているようだ。半分人間、半分クマ、狼男のようなものか。満月ではない、つまり他の何かが変身の原因か。おそらく食べたものか飲んだものだ。土のような匂いがする蜂蜜臭、杯やジョッキ、碗を調べなくては。杯は全部からだ。オトリグ、クソ。クマの口から土のような匂いがする。この匂いはキノコか。ワンは殻だ。だが匂いがする。匂いの元はこの部屋のどこかだ。ここだ。蜂蜜酒にキノコの一種を混ぜてある。それに人の血か。セリス、守衛が見たの。あいつらはクマじゃない。あいつらはクマに姿を変えた人間だな。ええ、狂戦士ね。狂戦士？動物に姿を変えられる戦士、銀遊詩人が名付けたの。おとぎ話や伝説の類だけど、辻褄は合いそうよね。ことが起こったのは戦場ではなく宴席だがな。変身の原因が分かったかもしれない。彼らが飲んでいた蜂蜜酒だ。嗅いでみろ。血を混ぜた蜂蜜酒、そしてもう一つ、キノコだと思うが俺にも種類が分からない。ヨルトに聞いてみましょう。彼は薬草に詳しいの。当たってみるか。フラヤ、我らが母よ、海が裏切り者を飲み込まんことを。邪魔していいか？もうしている。なんだ？誰かが蜂蜜酒の樽に混ぜ物をした。血と何か別のもの、薬草かキノコだ。セリスによれば。杯を。この匂いは知っている。キノコ、マードローメだ。セリスの言った通り、キノコに詳しいんだな。ああ、特に心に影響を及ぼし白日夢を呼ぶ類のキノコについてはな。ウダルリック様は長年苦しんだ。助けようとしたんだ。最初は祈りで、次に化死の樹液で。でももうやめたんでしょ？それほど簡単ではない。だがいずれやめさせる。マードローメは狂戦士と関係があるのか？ああ、
子供たちを寝かしつけるときに聞かせるおとぎ話の中ではな。戦いの劇場に駆られたとき、マードローメを食べた戦士は獣に変わるという話だ。だが言った通り、ただの言い伝え、分かっている。それでもクマがどこからともなく現れる話よりは信じられる。マードローメ、聞き覚えがない。大陸では別の名前がある。しびれたけだと思うが。なるほど、庶民の痛み止めか。ウダルリック様も試した。だがすぐにやめた。大量に摂取すれば幻覚や悪夢を引き起こすからな。ええ、ウダルリックにはもう必要ない。協力に感謝するわ。血とマードローメ、人肉の味と幻覚を引き起こす物質、暴れたのはこれが原因でしょうね。変身もこれのせいかも。どうだろうな、あれだけ目撃者がいる前でこの広間の蜂蜜臭に混ぜ込むとは考えにくい。確かに、私も食事の準備を手伝っていた。気づかないはずはないわ。多分上の階に持ってくる前にやったのよ。もしかして貯蔵庫？行きましょう、あそこに手がかりがあるかも。早く裏切り者を見つけなきゃ。さもないと戦士たちを抑えきれない。もう城が騒がしくなってきてる。彼らがクラフを襲うと？ええ、そして内乱よ。素晴らしきスケリッチの伝統、いつだって戦争はくだらない理由から始まるの。スケリッチで尊敬を集めるのはまさに何か起きると思ってた。これまでが静かすぎたのよ。面白いな、アンバルドも同じことを言っていた。宴席には蜂蜜酒とそれに血が必要だと。願いが叶ったと。ヤルマールがうまくやってくれるといいけど、うさばらして終わらないことを祈るわ。肩の力を抜け。お前の兄弟はせっかちなだけでバカなわけじゃない。お酒は貯蔵庫の反対側、ずっと下の方に置いてる。来て、案内するわ。くさい、これ、ウォーカー？マハカムの蒸留酒だ。誰かが高級酒の樽をいくつか壊したようだな。これで父の悩みの種が一つ増えたわね。あたりを調べましょう。そうだな。血とキノコ。この樽がどこから来たか調べられるか。見た目が違う。なんだ。蒸留酒が。この村に出口があるの。でも重すぎる、動かすのは無理よ。大丈夫だ、急げ。生きたまま焼き殺されるところだったわ。誰かがこの調査を中止させようと躍起になっているようだな。小さい頃ヤルマールとよくここで遊んだわ。一度、まあ昔のことよ。火を放ったやつめ、見つけたら。考えるのよ。犯人は私たちと同じ入り口を使ったはず。何か手がかりが残ってるんじゃない？確かに、扉が閉まって火の手が上がったとき、ボトルが割れる音を聞いたか。私にはウィッチャーみたいな感覚はないわ。あなたは私の髪が伸びる音も聞こえるんでしょ。盗み聞きはしないようにしてる。いずれにせよ入り口は調べた方が良さそうだ。誰かが蜂蜜酒の上を通ったようだ。ここで痕跡が消えている。
近くに他の手がかりがないか探そう。服が破れたのに気づいたが急いでいた。これは何？布切れだ。そんなありえないわ。どうした？アンバルドの血肉、これを着るのは彼だけよ。それは確かか？使用人と大広間にいるのを見たわ。行きましょう。見た！彼だ！馬に乗れ、追いかけるぞ。なぜ同胞を裏切った？話さないなら命はないと思え。アンクライトの者がスケリッチの王座についてはならない。私はあなたを知っている。短気で無責任だ。スケリッチには安定が強い王が必要なんだ。酔っ払った族長たちが選ぶようなものではなくてな。面白いわね。あなたがそんな考えを持ってたなんて。いつもそう言ってる人を知ってるわ。ビルナ・ブランなんでしょ？あなたは昔から嘘が下手ね。ビルナの動機は明白ね。他の候補者を排除して私たちの一族の名誉を傷つけるためよ。彼女の計画が成功していれば候補者に残るのはスバンリッチだけだったはず。証拠がいる。ビルナとの言い争いになった場合、証言だけでは不十分だ。アンバルド、力を貸して。そうすれば父に頼んで名誉ある死を迎えさせてあげる。あの女からの手紙がある。蜂蜜酒に毒を入れる方法が書いてある。だが彼女の署名や印象はついていない。それで足りるか？どうにかしないと。時間がない。族長を集めましょう。望み通り族長らを集めたと。セリス・アンクライト、ケイア・トロールドでの虐殺の犯人が分かったと言ったな。話すがいい。スケリッチの若き者たちの血は誰によって流されたのだ？ビルナ・ブランよ。この娘はどうかしています。信じる者がいるとでも？あなたは強戦士に毒入りの蜂蜜血を飲ませた。何ですって？ケイア・トロールドの召使いに指示を出しているのは私じゃないわ。あなたの父親が宴を開いたんじゃないの？確かにその通りだ。その話、証拠はあるのか？証拠どころか目撃者がいる。アンバルド、セリス様の言ったことは本当です。ビルナが蜂蜜酒に入れるよう命じました。お二人が貯蔵室に降りたとき。裏切ったのか？お前を受け入れた一族を。彼はアンクライトの召使いよ。家と命じられたことを言うに決まってます。たとえ首を切られようとも一族のためなら嘘をつくでしょう。ビルナの言う通りだ。アンバルドはずっと昔からケイア・トロールドで仕えてきた。犬みたいにな。もう一つ証拠がある。ビルナからアンバルドへの手紙よ。蜂蜜酒への購入法を指示している。私の署名がない。印象もないわ。でも香水が羊皮紙に染み込んでる。とても強い香りよね。まだ匂ってる。それがあなたの言う証拠？私が裏切ったという？笑わせないで小娘。セリス、ビルナの言う通りだ。彼女が働いたという悪事の証拠としては不十分だ。残念だが、お前の兄弟ヤルマールも一族の汚名をすすぐような証拠は出していない。もう残された道は一つだ。オルガ、ルゴス、
この不愉快な城を去るとしよう。行くぞ。アンクライト一族に対する処罰を決めなければならない。セリス、残念だ。待ってくれ母さん。僕に宴の前に広間を去るように言ったのは、あれはどうして？今はよしなさい。どうしてなんだ？どうやってわかったんだ？どうやって？何も言わないんだね。セリスの話もウィッチャーの話も無視できたかもしれない。でも自分の息子に責められては無視できないだろう。虐殺は母の仕業だ。母は自分自身や僕たち一家だけでなく一族全体の名を汚した。スバンリッチ、あなたのためだったのよ。あなたのためにやったの。お前がやったと認めるんだな。族長の最年長者としてアンクライト一族の名を清める。そしてお前ビルナ・ブランは死罪とする。お前は岩に鎖でつながれ、上と渇きにより死に、そして死体は海鳥によってついばまれるだろう。ビルナが権力を求めているのは知っていた。だがこんな罪を犯すほどだったのか。スバンリッチは、奴はどうなる？家も名前も名誉も失い、追放か死、どちらかを選ぶことになる。うん、だが何が起きても耐えるのみだ。ゲラルト、礼を言おう。また助けられたな。また気にするな。もはや謙遜はしない。スケリッチは英雄たちの大地だ。これでそのことを思い出してくれ。これからゲディニースへ向かう。族長たちが集まる。王を選ぶ時が来た。どう思う？誰が選ばれる？ついてこい。自分で確かめろ。真偽は誰でも聞くことができる。確かに結果は気になる。ぜひ同席させてくれ。思った通りだ。では行こう。間に合ったようだ。もう始まってるぞ。もちろん中には不満のある者もいるでしょうが、まずは私に味方してくれた者たちに感謝を。この聖なるカシの木の下で私は民のために良き城となることを誓います。スケリッチに平和と富がもたらされんことを願って。そのためにどうか皆さんの力をこの私に貸してください。セリッ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 。誇らしさではち切れそうな様子だな。どうだ白狼よ、他のどの族長があんな子供たちをモテる。妻がこれを見ずに先立ったのが残念だ。セリスはいい女王になる。全部族を束ねられるかもしれん。そう願いたいな。他の部族が力を貸してくれずとも俺とヤルマールがいる。あの子のために戦うよ。大丈夫か？まあな、結局俺は女に出し抜かれちまったのさ。
ただの女じゃない。ああそうだな。どのみちこうなるのならセリスでよかったよ。実際のところは少しは彼女を誇りに思ってたろう。ああ少しはな。あいつは血と肉を分けた兄弟だ。だが本人に言うんじゃないぞ。あいつはすぐ調子に乗ってしまうからな。ルゴスに勝った。それが一番重要だ。奴を見たか。今にも爆発しそうだったろう。ああ、あんなに憤慨するとは思わなかった。我が一族と奴の一族はずっと戦ってきた。そういう土地なのさ。元気だな、ヤルマール。おめでとう。君ならいい女王になれるだろう。ありがとう。みんなあなたのおかげ。女王として何をするつもりだ。そうね、よく聞き学びまた聞いて、決めるのはその後。いい考えだ。全ての部族を束ねないと。戦争は避けたいけど、ニルフガードが攻めてくるなら迎え撃たなければ。ドラムンドの民が厄介かもな。式典の時にルゴスに会ったが、怒りをむき出しにしてた。部族同士の対立はよくあること。でも彼と話をしないとね。説得できるかもしれないし。幸運を祈る。じゃあな。